困難救助隊の1104回です。黒田武弘です。困難救助隊は結婚したいのに結婚できずに孤独死まで追い込まれてしまうというこの日本社会のことを、どうしてくれるんですかっていう人事でなく、文字通り人事でないんですよ。本当にこれね、本当にね、結婚した人が結婚できない社会にしちゃったんですね、日本って国はね。どうしてくれるんですかっていう、これ被害者ですよ。結婚できない人は結婚したいのに被害者ですよ、本当に。ということでこういう話をしていきたいと思います。1104回になります。オートフォーカスカメラなので出ましたか。こんな話ですね、こんな話です。昨日おとといですか、昨日だったんですかね、私が気づいたのは昨日なのかな。2チャンネルを作ったね、ひろゆきさんですねが、速攻でこう流したみたいですけど、 X ですかね、なんか東京都知事選挙で、候補者が、これがね、男が女に指図したのか女そのものか分かんないんですけど、なんか全裸エロポスターですね。全裸でなんかこう急所にいろいろポチポチやったようなやつを、何ですか、ポスターを貼っちゃったそうなんですね。信じられますかこれね。で追ってったら結局東京都が、迷惑防止条例ですか、東京都の条例によってもう撤去してなさいっていう警告を与えたそうですけど、まあ、当然ですけどね。なんでしょうかね、本当に日本って国は狂っちゃったんだなっていうのが、本当にね、恥も何にもないんですね。恐ろしいことが起きましたね。エロポスター事件が東京都知事選挙で起こっちゃったんですね。今回は何ですか、なんか立花孝志っていう党首の組ですね、あのチーム団体が何人も何人もこう出しちゃったりして、本当にね、なんだろうな、これは皮肉ってるっつったってやりようがありますよね。それをやっちゃうっていうのは何でしょうかね。なんかやっぱりね、これもまあ YouTube でこうやらせてもらってますけど、その以前この YouTube とか TikTok でなんかコンビニにね、こうアイスの冷凍庫みたいなとこに寝転がっちゃってとか、なんかそういう感じの一連の、なんですかね、出来の悪い思惑ですよね。でもそれをどう考えるかですよね。本当に日本って国は、一部だと信じたいですけど、男と女が性的にバカになっちゃった、狂ってしまった、それの一つとして出てしまったのかな、今回の事件はっていう感じでしょうかね。あとちょっと危惧を感じた、危険性を感じたのが、その東京都の迷惑防止条例っていうことで警告を発して撤去を警告したんでしょうかね。その前、以前にこれは法律上撤去できない云々とか書いてあった情報が出ちゃってて、それを鵜呑みにしてたらどうなのかっていう危険性ですね。法律も何もあったもんじゃないですよ、これでは本当に。法とそういう人間の感性、モラル、根本的って言ったら哲学的に述べるとまた疑問を伏してしまう人たちもいるっていう、複雑なことになっちゃうでしょうけど、それはそれで置いといてっていうと、なんでそこで置いとくんだよっていう話になっちゃうでしょうけど、これは哲学の問題じゃないんで、これはね、もうスケベバカの問題ですから、もう本当にね、恥でしょうね。狂っちゃってるんですよね、その女も男もね。300万供託金で、当選するわけないですから持ってかれちゃうんでしょうけど、それが宣伝効果だっていう話なんですね。多くの人が見るからっていうことで、いやー、それはね、なんか悪どい手段ですよね。正攻法じゃないですよね。
いくらそういうことで多くの視聴者を集めるとしても、あざといっていうか汚いっていうかね、薄汚いですよね。そんなのが起きちゃったそうで、非常に頭きまして、だからひろゆきとか、2チャンネル解説ってことではいろんなこと言われましたけど、あの人は本当に、奥さんとねちゃんとした生活をしてて、非常にそういった面ではまあ、いろいろこう探ってみると、ちゃんとした人ですね。あと2チャンネルで随分書き込んだような、ちょっと分かんないですけどね、私は。だけど山本一郎さんっていう人がやっぱり2チャンネルでねその有名になった人がいて、その人もすごくキリスト教の関係があるのかな、なんかすごく、話聞いてると真面目でね、話読んでるとね、だから2チャンネルのねいろんなこと言われましたけど、運営してた人とかそういうトップクラスで発言してた人っていうのは本当のところ真面目な面があるってことで、ね、的な夫婦とかいう感覚は、だそこら辺はね良かったなと思いますね。良かったと思いますよ、そういう人がね関わってたもので。まあいろんな問題はね、いろいろそういう賠償金とか弁償金か分かんないけど、いろんな話になっちゃってるところもあるんでしょうけど、でそういうひろゆきって方がね、そういう情報をこうこんなことやってまずいだろうっていうことをいち早く言ってくれるわけですね、やっぱりそういうね、オピニオンリーダーとしてね。だからで私もね、その東京都の X と Facebook に、こんなことを放置してる東京都が悪いんだって書いておきましたけどね。まあ何にもなりません、そんなこと言ったって。まあ第二次世界大戦前のね、太平洋戦争前のその公安じゃなくて何なんて言いましたっけ、そういうそういう公安じゃない、なんていうの、警察的な組織がねこうしょっぴいて拷問を与えたりっていうことはおそらくないはずですけど、ないと思いますけど今の時代ね。その代わり影響力もないんですね、何を言ってもね。こうエソラガトっていうか盲言のようにこう右から左に流れてしまって、空気に乗って流されてしまう言葉がね。そういう意味で言うとパフォーマンス的に東京都知事選挙ポスターを全裸エロポスターを貼っつけちゃうっていうのは一つのそういう物議を醸し出すということで問題提起であったかもしれませんけどね。普通はこう私がこんなこと言って批判してももう誰も聞かないで流されちゃいますよ、こんな話。だからこそ安全っていうのはあるんですけどね、今の日本国にはね。これ戦前だったらねしょっぴかれて拷問になっちゃいますよね、ものによっちゃね、言葉によっちゃね。まあもちろん私はそういうエロポスターはダメだっていうことで言ってるんで自信を持って言いますけど、その代わり言っても何らあれもないんですね。で本当に偽善者っていうか悪い人間なんです、本当の悪い人間っていうのはどんなやつかっていうと、小池百合子と蓮舫ばっかりこうケンケンガクガクやって、そういったこういうそういうエロポスター貼っちゃったみたいなのには全然見向きもしない人間が実は悪人なんですね。世の中を悪くするのはそんな人間です。まあ、これをねどうしてかっていうことを言うとね、なんていうかね、意図的にそういうなんかこうある蓮舫と小池百合子の戦いみたいな方に集中することによって権力欲ですね、結局ね、そいつらはねど素人です、そいつらは人間としてど素人です、そんなの。だから本当相手にしてません、そんな人たちは。私なんかはね、本当にね、だからひろゆきみたいなそういうオピニオンリーダーになるような人はそういう全裸エロポスターなんか貼っちゃったっていうことに非常にこう注目してダメだって言ってくれるわけですよ。ところが蓮舫小池百合子の戦いだとか言ってケンケンガクガクして、必死になっちゃうような人間は見向きもしないです、そういう全裸エロポスター事件なんかは。
だダメです。そいつらが、日本を悪くしてるんですよ。頭悪いんです、そいつらは。なんつうのかな、ステレオタイプっていうんですね、頭がね。だそいつらは相手にしてもしょうがないです。 そういう人たちは全然価値がないですから。ただなんかマジョリティーとかメインになるだけで中身はないです、そいつらは。悪くしちゃってます、日本を。だ前ライロポスターっていうのはだから事件性はあるんですよ。だからこんな頭くることですから、だから頭くるような人間がいなくなっちゃったからこれですよ。結婚したのに結婚できず、何ですか、孤独死まで追い込まれてしまう社会になっちゃったんですよ、多くの人が。そりゃそうでしょ、だって女がね、アダルトビデオ女優とか、乱交者とか不倫者とかでね、何十本もチンポが入っちゃったような人間じゃね、結婚なんかしたくないですよね、そんな女とはね。汚ねですよね、汚れてますよね、人間性もね、うん、体も性病かもしれないけど。そんな人間ばかりに日本人の女がなっちゃったから男は結婚できなくなっちゃったんですよ。何がフェミニズムだよ、バカですよ。フェミニズムなんてやってる女にしても男にしてもバカですから、そんなやつらは。だからそういうやつらは洗脳してますから、多くの人を。やれフェミニズムだとか言って、あんなの学問でも運動でも何でもないですよ、あんなのは。エゴイズムですよ、あんなのは。それに気づかなきゃダメ。だからって男が偉いとかそんなこと言ってないですよ。女がバカだって言ってるだけですよ。でそういう女をバカにしちゃったのは何かって言ったら男ですよ。だバカな男とバカな女の共謀なんですよ、フェミニズムっていうのは。言えっつんだよ、そういうのをマスメディアはよ。でマスメディアっていうのがそういう あれですから、蓮舫と小池百合子の戦いとかいうのにばっかり集中する、大谷翔平ホームランみたいなのばっかりやってる連中ですから、天で相手にできませんよ、そんなやつら。バカですもん、だって。そんなバカは相手にしないで YouTube を真面目にコツコツ一つ一つ増やしていこうと思います。さあ、探偵、これ珍しく私にとってはフジテレビのドラマだったんですね。ほとんどフジテレビのドラマ、紹介してないというか見てないんですけど、うん、日テレ、フジテレビは大谷翔平の関係かどうか分かりませんけど、あんまりドラマあんまりやらないし見てないですね。で名探偵コナンみたいなアニメも見てないんで、大概 TBS かテレビ朝日になっちゃうんですけど、まあ、偶然ですけどね、でもなんだか知らないですけど、何で録画したか忘れちゃいましたけど、BS か BS だから BS 富士で録画したのかな。これが2000年なんですよね、ジャスト2000年でね、2作やったんですこれね。で1作目なんですね、2000年のやつは。2作目が2001年なのかな。で美容エステ探偵なんですけど、1作目の副タイトルは、サブタイトルは悪魔のフィアンセってやつなんですけど、で主役がね、久本雅美41歳くらいの時かな。で佐藤珠緒が27歳くらいだからね、24年経っちゃいましたけど、大きいですねこの24年はね。つくづく私も思いますよ。だってゲスト出演ですけど、東美希さんもね、今ちょうど50って言ったら、50-24って言ったらね、うん、いくつですか、あれ違ったかな、50も忘れちゃったな、ちょっとね、ちょっと間違ってるかもしれないですけど、いずれにしても佐藤珠緒だって20代後半ですからね、うん、で何しろね、さつきみどりがね、60の時のさつきみどりですけど、色気がねまだ残ってんですよ、さつきみどりの60歳が。まあ、私が57歳になっちゃったんですね、そう見えちゃうのかもしれないですね。3つ上のお姉さんですからね、まあ、時代はずれますけど、60の時のさつきみどりすごいです。で荻野目恵子が出ててね、あとね、何しろね、私の思い出のあのね、シャキシャキハートタウン、違う、ドキドキピチピチ、違う、シャキシャキハート、え、シャキシャ、違うの、なんだろう、伊藤美希が出てるんですよ、これホリプロのね、伊藤美希は私より4つ下なんですけど、ちょっと今ウィキペディアでちょっとおさらいしてみたら、全然忘れてたんですけど、桃色学園都市宣言っていう関東ローカルだったのかね、で地方では何やってたか分かりませんけど、他の地方ではね、桃色学園都市宣言っていうのは何しろ夕焼けにゃんにゃんのね後番組です。
だ夕焼けにゃんにゃんって言ったらむちゃくちゃインパクトが強い番組だったと思うんですけど、それも3年やってなかったんですね、うん、だから私がだから高校の後半からの番組だったのかな、夕焼けにゃんにゃんね、新田恵里のファンだったんですけど、うん、その次に桃色学園都市宣言っていうので、後番組 でドラマがドラマっぽいのをやってたんですね。で火曜日がカッパ坂学園ってやつなのか、カッパ坂なんとかカッパ橋の近くのなんかね、でね月から金までやってたのにもかかわらずなぜか火曜日しか覚えてないんですけど、その頃私20歳なんですね。で学生さんだったんですね。だからアパートでテレビがあって見てたんでしょうかね、ちょっと記憶にないんですよ。でも なんでか知んないですけど伊藤美希は良かったですね、うん、伊藤美希がね良かったんですよ。で伊藤美希が2000年の時の伊藤美希ですけど、2002年にご結婚されてんですね、良かったですね、うん、でだからそれっきり芸能界ほぼ休んじゃったのかな、引退なのかな、お母さんに奥さんお母さんになったんですね、堅実です。素晴らしい伊藤美希の話でしたけどね、なんか取り立て屋の女になっちゃってましたけどね、なんかこのケバい女になっちゃってましたけどね、この美容エステ探偵ではね、でも伊藤美希が出てましたね、うん、伊藤美希はだけどあれですよね、私の大嫌いなドラマの完治セックスしようっていうバカですね、東京都知事のエロポスターと同程度のドラマ、何でしたっけ、何でしたっけ、ホナミとやったやつね、なんだっけな、ポナミとやったやつ、なんだっけな、何でしたっけ、忘れちゃったな、織田裕二のね、なんだっけな、あれに出てんですね、あの日何の木、気になる気になる、切ったことない木の木と木と木ですね、うん、日立原発やめろってやつですね、うん、ラブストーリーが突然にが主題歌だったやつですね、あれにも伊藤美希出てたんですね、あれね、最低のドラマですよね、うん、まあ夫婦してね、ダメな漫画家のね、島課長工作性病乱行ドラマ、乱行漫画、バカですね、あんな時代ですから、だから子供も生まれなくなっちゃいました、こんな汚い国ですから、汚れた国ですから、どうしようもないですね。戦争時代じゃなくても良かったけど、それは良かったですよ、戦争は本当に嫌ですから、とんでもないですから、だけど時代間違ってますよね、こんな乱行国の乱行時代に生まれちゃった人は不幸ですよ、別の意味で不幸ですよ、乱行国ですから、性病国ですから、性病女国ですから、女が男をダメにして男が女をダメにしたっていう凶暴ですから、これ YouTube でしか本当のこと喋れないよ、まあ、戦争中よりは良かったですね、本当のことも喋れませんでしたからね、あの時代はね、多分ねもう殺されちゃいましたから、拷問されて そうなっちゃった、今はそうでもないかもしれないですから分かんないですけど、あと個々の王の幹雄が出てました、殺されちゃう役です。あと今の有名どころ宇梶が出てましたね、強い人ですね、うん、だけどねこれやっぱりなんかつうか東幹久がそのすごくね犯人だと疑われる、強く疑われる役でサスペンス調で非常にそういう風に見せるんですけど、実は違ってたけど、ただその人間性がね、ギャンブル好きで借金多く抱えるとか、ちょっと女好きで口説き回っちゃうとか、とんでもない役なんですよ、役は。だけど殺してはいないっていうことを主張してたんですけど、殺してなかったんですけど、犯人が整形しちゃうんですね、実はね。だから顔変わっちゃうんですけど、5年前だったかね、ドラマの中でですよ、家出少女がいなくなったっていう事件があったのと兼ね合わせて、そこで田舎少女があれ自分で自殺を図るんですかね、なんか石油をまいてね、それに火つけちゃって、それに巻き込まれちゃった夫婦2人
東幹久とまたその女の人なんですけど、奥さんですけど、その奥さんが命からがら逃げ延びて、で社会はあの DNA 鑑定でその遺体となって発見された家出少女と勘違いして、その夫婦で泊まってたけど旦那が逃げちゃった、東幹久さんが逃げちゃったっていう、奥さんが生き延びて復讐しようと私を殺そうとしたと勘違いしちゃってね、その勘違いは後々ネタばらしがあってね、そこで分かるんですけど、それで分かった途端に東幹久をこうとかそういう主役たちを刺し殺そうとしたのを自分で自殺しちゃうんですね、刺して自分を刺して、ね、事実を分かった途端にね、それまでに3人4人と殺しちゃってますから、その女ね、さあその女は誰でしょうっていうやつですね、だから勘違いだったというね、勘違いが逆上しちゃって殺人事件に発展しちゃったというね、発展って言葉でいいんですかね、この悪いことがね、ちょっと違うのかな、発展なのかな、ちょっと分かんないですけどね、いい風に使っていい言葉なのか、悪い風に使っていい言葉は分かりませんけど、そんなドラマでしたけどね、でも24年の歳月は大きいですよ、久本雅美がまだね、ギリギリですけどね、演じてましたけどね、何をっていう、まあ、それは想像してみてください。で佐藤珠緒はキャピキャピギリギリですね、だから時代の終焉を、終わりの始まりのドラマだったのかもしれません、まあね、疑われるような人間を作ってしまうけど実は違ってる犯人だったっていう難しいドラマでしたけど、これもね、ツッコミどころがあるんですよね、東幹久が手をね、非常にこれもちょっと言いづらい場面なんですけど、真剣白刃取りを失敗したみたいな手になっちゃってて、だ手もうね相当何ヶ月も効かないはずなんですよ、現実的に考えれば。ところが何ヶ月後なのか分かんないですけど、こう工事現場で働いてるんですね、ちょっと無理がありましたね、手がそんなに早く解決するのかよと、ちょっとね、ちょっとフジテレビ甘かったですこのドラマ、現実性がね、現実をバカにしてましたね、そんなに早く治るのかと、東幹久の手はそんなに早く怪我から復帰して治っちゃって工事現場で働けるのかと、そこが不思議なドラマでした。まあ、美容エステ探偵、悪魔のフィアンセだ、謎解きとしてもね、ちょっと怪しい、怪しいキャラに作りすぎちゃいましたね、東幹久をね、このドラマはね、どうかね、どうでしたかね。あと今日はね、私3時間はなんだかんだ移動と含めてねかかっちゃって、それで今日はねもう2時15分、午後の2時15分くらいなんですけど、今からまだ新聞もね、ちょっと私職場に行く日は休みの日にまとめて何日か前の新聞を読むことになっちゃうんで、今日のと含めてね、だからまあただ不定休なんでちょっと細切れなんですよ、週休2日と言っても、月金勤務して土日休むよりも細切れなんですよね、日と水休むだけでも、例えば日が休みとすると休み2勤休み3勤になるじゃないですか、そういうふうに不定休でカレンダーより細切れにできるんですね。だから新聞も今回細切れで読めるんで、休みの日に読むってたって
5日分読むわけじゃないんですよ、うん、今回飛び石だったんで2個読めばいいんですよね、昨日のと今日だけど、これから読むことになります。これなんですか、アップロードしながらね、アップロードじゃねえや、それも含めて、パソコンに取り入れてね、このカメラからね、 SD カードをね、 SDH なんとかカードでしたっけ、え、 SD カードより容量が大きいのは SDHD カード、違うな、 HSSS だから、なんかちょっとね、本当にね、記憶がね正確じゃないんですね、私はね、曖昧なんですよ、ね、こう途中で分かんなくなっちゃいますね。そんでね、何やってきたかっていうと大事です。今日で心筋梗塞になっちゃってから、私ね、死にそうになってから死んじゃってたかもしれないんで、これも奇跡なんですけどね、おまけなんですけど、なかったんです本当は、この本当でもないですけど、あるんだからやってるんですけど、1月23日に私急性心筋梗塞で死んじゃってたら、この動画自体 YouTube 自体ないんです。だからその1月23日に私死んじゃってたら、東京都知事選で全裸エロポスター貼ったバカとも会わずに、知りもせず死んでたんです。でそれから151日目になりまして、それの心筋梗塞の再発予防のための、まあ、コレステロールを下げるとか、の悪玉の、ね、コレステロールを下げるとか、心臓の調整の薬ですね、そういうのをこう7種類8粒ずつ飲んでるんですけど、うん、それをもらいに来ました、更新ですね、だから結局お医者さんが良いです、今日は。それで3時間ぐらい経っちゃったんで、3時間大きいですね、お休みの3時間はね。でね、私ね、今日今57歳ですけど、20代30代の頃は休みとか言うとなんだかこうプラプラしちゃってね、下手にこうね、車出しちゃってね、それが若気の至りっていうか、若いからできたんでしょうけど、でまあまあね、外でジムのねやったりね、よく会員制じゃない安いのがねあるわけですよ、自治体と協力してやってるような体育館みたいな、そういったところのジムでね、まあ一応汗は流したりね、あとプール通ったりね、そういうその都度その都度こうお金払うね、会員制じゃないやつ、安く済むやつ、その後まあブックオフとかね、本屋とかね回ったりね、まあ図書館とかね、なんだかで後楽園ラーメンとかね食べてね、ここ一番のカレーとかね、あれでこうだいぶ半日以上ね、4分の3まではいけませんか、8分の4チップですか、8分の4チップって言ったら2分の1チップになっちゃうんですかね、8分の3チップだったんですか、あれ記憶がない、分かんないですよ、分かんないですよね、ポテトチップも食べられなくなっちゃいましたけどね、怖くてね、まあ、味は思い出しますけどね、小池屋とかね、カルビーとかね、うん、まあ今はねほとんどそういう用事がなければ、YouTube とかをインプットアウトプットしてから、まあ、読書とかテレビ見てね1日が終わるっていうのが多いんですけど、今日はそういうお医者さんが良いですから、こう重大ですから薬飲まないとね、また再発しちゃう確率が極度に上がるでしょうから、それで、こんな1日になってますけど、今日はね雨です、雨の一日になっちゃいました、雨です、まあ、とにかくね、結婚したいのに結婚できない人がいるっていう日本社会はおかしいですか、変ですから、真面目に夫婦男女として生きて親子になれる社会に戻さなきゃいけませんよ、この人間、日本だから頑張りますね、登録よろしくお願いします。